はい始めます3159回始めます、8月2日、金曜日入ったところですね、はいもうあと少しで帰りますよ、私、うん、59回って、これ最後か、3159回、あ今日これ最後です、はいうーんと最近、為替がねすごい円高になってね、ねやっぱ急激に来ましたよ、私が言った通りって言うつもりはないけど、円高くる、四つだくるね、これ多分 130円ぐらい目指しますよ。下手したら120円でぐらい行くんじゃないの今14、141ドル、US ドル、来ました。149円64まで来てるね、今現在。うん、149円台、ねつい、1週間ぐらい前まで、1、2週間前は、162円とか言ってたね。はい、それがやっぱり動くときは早いよ。あっという間に149円台ですよ。 1>, 1ユーロ161円53今はいポンドも200円切ったんじゃないまだポンドは切ってないかなポンドポンド円うんポンド円ああ200円特に切ってるポン,ポンド円1ポンド190.69ね200円超えてたんだからポンドなんていや急激に円高まあ利上げしたからね日本ねうん昨日あの0.25うん 上げたんで長期金利、あのー、もうあるし、あのー、まあまあまあそれとともに株価も急落したね日本ね多分今日あたり100、あのー、3万7000円台つけるんじゃないですか日経平均はいということで為替株大きく動いてます円高ね為替は円高に急激に振れ株は急激に下がってますね日本はいでオリンピックはまあ日本順調じゃないですか特にサッカー男女ね決勝トーナメント進んで まず明日男子であさって女子ということでね共にスペインアメリカっていうことで強豪ですよこれ私テレビかじりついてみますからはい <laughs> 私のメインイベントだねオリンピックのはいということで今日最後ねこれ喋って帰りますね早く帰ってお風呂入ってご飯食べてね寝ますよはい3159回始めます最後、えー、中京テレビから特流って言ってねカタカナで特流これ何かって言ったら 匿名・流動型といいうことみたいですよ、うん、の犯罪グループね匿名流動型犯罪グループのことをカタカナで「特流」って書くね、うん、この「特流」の男女4人窃盗などの疑いで逮捕ということでね警察最近気,気合入ってるから、うんえー、現金約1,400万円と貴金属と2,000万円相当盗んだかっていうことで男女4人。 逮捕している愛知県警。素晴らしい。愛知県警。ね。今年5月、大阪府内、あ、大阪府、大阪市内の会社に侵入して、現金およそ1400万円とッネックレスなど、時価、合わせて2000万円相当を盗んだとして、20代の男女4人が逮捕されましたと。ひどい悪い奴らや、これ、特流、ね、匿名の、あの、流動型の犯罪グループや。うん。スマホ通して集ま、集まる人たちでしょ、これ。名古屋市中村区に住む、 えー、26歳の内藤容疑者男だねちょっと名前読めないあと27歳の架橋亮容疑者27歳2627年あとフィリピン国籍の、えー、27歳オル,ドオルドエニス・ジョージ容疑者27歳これ男だねあと清須市に住む伊藤喜 ミカっていうのかな、これちょっと読めないけど、容疑者、女だね、これ27歳、男女4人ですと、27ぐらいだね、みんな、これ同級生なのかな、警察によると、4人は仲間と共謀して、今年5月、大阪北区・北区の不動産会社に侵入し、現金およそ1400万円とネックレスなど、時価総額合わせて2000万円相当を盗んだ疑いが持たれていると、警察は4人の認否を明らかにしていませんと。 警察が別の事件の関係先として家宅捜索したところ今回の、えー、被害品が見つかり4人の逮捕に至りましたと4人は SNS などでつながる特流ね匿名流動型犯罪グループの一員とみられていて警察は4人が、えー、他にも50件ほどの窃盗事件に関わっているとみて、ね、50件に関わっているってことで4人が窃盗事件。 関わっってててているると見て捜査を進めてるってことで最近ねあの警察は結構気合い入ってるねこの強盗系も気合入ってるし詐欺事件にも気合い入れてるねあまあ、当たり前だけどねこれだけ多いともう検察警察側の威信をかけて名誉をかけてねやってますよ特にこの匿名流動型の最近ねあの、うん、通信履歴とかが自動で消えるアプリとかあるからねああいうのとは使ってうん。 匿名・あの流動型お互いみんな、ね、名前隠し合ってね通を隠し合ってスマホでの連絡だけ取り合ってね SNS で連絡だけ取り合って名前とか年齢とか教えないで集まって匿名・うん、流動型の犯罪,犯罪グループでねもうその犯罪一件一件犯罪案件ごとに集まっては散,りば、ね、散らばって集まっては散らばってみたいな感じでやってるんだね。うん そういうグループも、まあ、警察もバカじゃないからあの手この手工夫して、ねうん、捜査に当たっててこうやって今回4人男女27歳と26歳のグループ、ね、日本人3人フィリピン国籍1人捕まえてますよっていうことでこういうやつらはねほんと名前さらしてあと少し、ね、こういう人たち繰り返すから、うん、あのちょっと臭い飯何年か食わせた方がいいんだよねこれ執行猶予なんかつけるべきじゃないよ。うん、タチ悪いから で余罪50件ほどあるって思われてるね関わってると見て捜査してるってなったけどもう50件って言ったらもう仕事じゃないですかこれ <laughs> 本当に犯罪を仕事にしてるグループだからろくなもんじゃないよあのしっかりさばいてねうん二度と詐欺とか窃盗とか犯罪とかしないようにあのお灸据えてねあのやらないとと思いますよあの警察ね愛知県警グッジョブですよグッジョブ本当にね 大阪府警も頑張ってるし警視庁も頑張ってるしどんどんこの特流ねはじめあと詐欺グループ摘発してもらいたいと思いますはい頑張れ警察ってことでね早くからおっさんが応援してますよってことですはい気持ちいいね犯罪者がこうやってビシバシ捕まっていくのはうんはい終わりたいと思いますまたね23日も来ます皆さんあの体調ねあの管理しっかりして夏バテなど起こさないようにね あの夏の鬱なんかね、起こさないように皆さんね、元気に参りましょう。そうめん食って、ネギ食って、何より豆腐食ってね、認知症予防になるんでね、豆腐。あと、納豆、ね、食べて、あのー、きっつい夏、猛暑の夏、酷暑の夏、乗り切りましょうということで終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。